で、試験1ヶ月を切った今、何を勉強したらいいのか、どのような勉強をしたらいいのか、これをお伝えできればと思います。この試験1ヶ月前はしっかり予想模試を行っていって、そこから弱点を見つけて、そこをしっかり克服していく。これがすごく重要になってくるんですね。なので、大まかなスケジュールとしては、予想模試1回分について、だいたい6日ぐらいですね。6日ぐらいで、2回復習するっていうことを目標にするといいと思います。1日目に50問解きます。ここでもう2時間使っちゃうので、もうその日にですね、復習できれば復習した方がいいけれども、もしできないのであれば翌日以降で問題ございません。で、2日目は問1から問14ですね。権利関係の部分を行います。で、3日目が問15から32、4日目が30から50といった形ですね。ここは18問ぐらいかな。18問、18問、14問っていう形なんですけども、おそらく権利関係一番時間使うと思います。ここは理解しなければいけない部分が非常にたくさんあるので、一番時間かかるんですね。問題数は少ないけども時間かかると思います。一方で、3日目、4日目っていうのは権利関係以外なので、問題量は多いんですけども、比較的早く終わると思います。で、ここまでで一通り50問復習を終えます。1回目の復習を終えます。で、ここでやっていただきたいものっていうのは、曖昧な選択肢については三角。解けたけれども曖昧だってことですね。本当にちゃんと知識として頭に入っていて解けた。確実に解けたっていうのであれば、ノーマークでいいんですけども、解けたけれども、なんかちょっと知識曖昧だなっていったところは三角をつけておきましょう。で、解けなかった問題については×をつけます。そして5日目、6日目で、今行った三角と×、ここを集中的に復習をしていきます。ノーマークだったらもう確実に解ける問題っていうのはもう次やっても大体解けるんですよ。なのでそこは飛ばしていただいて三角×を中心に勉強します。ただ、×の中でも全く解説読んでもわからないっていうものがあるんですよ。で、そういったところはそれを理解をして頭定着させるってそこまで行くのはなかなか難しいので、とりあえず解説を読んでわからないものはもう飛ばしちゃって構いません。重要なことはどれだけ多くの確実な知識、これを頭に入れるかなんですよ。曖昧な知識は10個あったとしても点数にならないんですね。一方で確実な知識が1個あればそれは得点に結びつきます。だからより多く確実な知識、これをつけていく、これが重要になってきます。だから曖昧な選択肢と解けなかったけども解説を見てわかるもの、ここに絞っていくっていうことがすごく重要なんですね。これを行っていけば実力は上がります。残り1ヶ月であったとしても実力を上げること可能です。で、この動画を見ていただいたのがもしかしたら15日前かもしれない。15日前だったとしても2回分の模試は2回復習できますので、その分は実力を上げていただきます。残り試験まで1週間かもしれない。1週間であれば1回分は行えますよね。その分実力を上げていただけます。だから最後まで諦めないっていうところがすごく重要です。ただ市販の模試だとなかなか理解すべきところまで載っていないので、その部分を自分自身で調べなきゃいけなくなっちゃうんですね。理解すべき部分を自分自身で調べなきゃいけない。そうなってくるとなかなかこの計画ではいかないんですよね。調べる時間も含めると、おそらく1日で権利関係14問、これを全部復習するまではおそらくできないと思います。できて5問ぐらいだと思うんですね。そうなってくるともう全然時間間に合わないんですよ。なので市販の模試だとこのようにはいかないかもしれない。もっと時間かかるかもしれないんですけども、弊社の模試であれば、理解すべき部分までも解説の方に載ってますので、この計画で進めていただけます。実際弊社の個別指導の受講さんも同じようにこの計画、もっと早い方は5日ぐらいで2回の復習をしていただいております。なので短期間で実力を上げたいって方はぜひ弊社の予想模試ご検討いただければと思います。そして予想模試のお申し込みについては、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、そちらからお申し込みいただけます。今年の合格目指して頑張っていきましょう。